今スコアボードの更新をしています。少々お待ちください。お届けしていますのは敗者側決勝、プロトバナムインクリング対 T リンク。さあ横強攻撃で崖上がりを咎めていく。プロトバナムインクリング結構ボムを回収している様子が見受けられますけれども、さあ横スマッシュで撃墜、あのローラーね当たるともう一攫千金という状態なので積極的に狙ってますね。空中しろ。さあ序盤のインクリングの弱攻撃は当たるとインクもつくしラインも取れるし、しかも地味にダメージも高いのでかなり強い技なんですよね。ダッシュからも出せるので、さあ空中しろ空中しろでジャンプがないが下スマッシュで撃墜。反転の強い空中後ろを何度も当ててジャンプにも当てていく後ろ投げで、空中後ろガージキャンコードとしても非常に強いですよね。さあ、ローラーの後隙を刈られないように、さあ爆弾を出してから復帰をなるべく刈られないように、さあ回転切りで空中ニュートラルのあと隙を買って爆弾が炸裂し、ワンストック取り返していきます。さあジャンプ先に空中前を置いて、さあ埋めて横スマッシュで撃墜。一本取っていたのはプロトバナムインクリングです。さあ2戦目も変わらず終点ですね。さあローラー当てるの非常にうまいですね、プロトバナム選手。結構隙が大きい技で、しかもインクリング側としてはとても狙えた技なので当然警戒するんですけども、ファイターが子供リンクに変わっています。 T 選手、T 子供リンク対、プロトバナムインクリンク。下投げ空中へ空中へ、さあローラーで埋めて空中しろ、下強回転切りから空中へは当たらず、さあ爆弾をスプラッシュボムですね、スプラッシュボムをうまく当てて復帰していく。空中しろ、ローラーでその場と回避を勝ってる感じですかね、奥の。さあしっかり回避して復帰していきます。復帰のタクは自由自在ですねと言ってる間に、T 子供リンクが撃墜していく。さあボムを置いて、回転切り
回転切り、空中ニュートラル、さあ T 選手非常にリスクのなく飛び道具をばらまいてなるべく撃墜されないように立ち回っています。プロトパナムインクリングとしてはどのように近づいて攻略するか。しっかりとローラーを対策していますね。空中ニュートラル、さあ下強が復帰に当たりました。あの下強結構足が判定強いですよね。崖外に出ていて復帰際に当たりやすい。掴んで後ろ投げ、さあインクがないぞと思ったが後ろ投げを通してインクを回復していく。さあ爆弾が生成できない、空中ニュートラルで撃墜。さすがにパーセント溜まりすぎっていう感じでしょうかね。前投げでインクをつけて ラインも取って空中前のカス当たりで、さあジャストシールド、空中後ろ当てて、さあこの復帰阻止、インクリングどこまでも追いかけてくる。空中後ろ OP 操作かかっててなかなか飛ばなくなってますね。の撃墜、本当たりすればなかなか飛ぶ。で空中後ろから、あ弱で暴れてる。インクリング序盤ローラー当てるとかなり火力伸びるんですけども、下投げから空中上、下投げ空中ニュートラル、空中ニュートラル、これ美味しい。火力も稼げてラインも稼げる。ジャンプ先に空中前、空中上、あとこれ帰れるか。貪欲にローラーを狙っていきましたね。空中前が当たらなかった、爆弾が爆発してる。さあステップで様子見がとても怖い。ローラーから横スマッシュ 178% なので何か当たれば撃墜してしまうんですけれども、フロートバナムインクリングどうする。絶体絶命の崖外に追い詰められた状態で、崖外じゃないステージ端に追い詰められた状態でラッシュへ通して 192%、 みんな掴んで上投げでさすがに撃墜、取り返していきました。3戦目ですね。2戦目の対戦の緊張感と裏腹に和気あいあいとステージ選択をしていきました。T 選手はリンクを選択、フルトパン選手はルキナにファイターを変更していきました。下げから空中へ、
クルトバウム選手が着実にリードを伸ばしていっています。しっかり受け身取って攻撃上がりを通して登ってきました。掴んで前投げ、口前で撃墜。やっぱ不規則がね強いんですよね。不協じゃあ一気にパーセント 41% 稼いで、さあ回避上がりしっかりと投げて取って口前通して横強、走って横強するムーブがとても強い。さあ空中前で撃墜取り返してきました。さあ着地狩りをしっかり空中下で暴れていきますプロトバナム選手。下強が立ってさあ空中前をしっかりと対空で合わせてラスト速攻、これに勝った方がグランドファイナル進出です。さあ口前でストックはイーブン、パーセントもほぼ五分と言っても過言ではないと言っていいでしょう。さあブーメランから口前は当たらない 36% 台 25%、 どっちが勝ってもおかしくない状況。上投げ状況作って爆弾取り出して横スマッシュを投げて反撃。さあ空中に取られる。さあ横スマッシュが当たって撃墜。あれ当てるのか。勝っていったのは、2対1で勝ってきました。 T 選手おめでとうございます。というわけでね、